はい、どうも、メヘロさんです。おはようございます。昨日ライブ配信ありがとうございます。ですね、まあ、日経平均大暴落というところでございまして、昨日400円下げたんです。さらに1000円下げるというとんでもない状況になっております。まあ、全般的に今日はもうダメですね。はい。なんですが、まあ、唯一、可能性があるのは、まあ、だから持ってる三菱重工の下値的には、夜間取引が、1830円だったんですよね。おじさん的には、なんか、こんだけ下げたら1800円いくかなと思ったんですけども、意外と耐えてると。で、な、向こうのね、ロッキードマーチン社が最高益というか、株価が、逆行高になってるらしいんですね。だからなんかそれだけが少し救いというか、まあ三菱重工がまあそこまで、下げないかもなっていうわずかな希望みたいなのがあるですけども、まあそれでも、下げるでしょうねというところが今日の目下の見た感じですね。で、特にネガサ株、半導体が今狙い撃ちのような形でクラッシュしてるんでですね。で、今日もおそらくまあネガサ株はですね、全然ダメでしょうというようなところで、まあその損切ったお金がどこに回るかとか、まあ、あるいはお衣装とかの関係ですよね、きっと。で、どうなるか、まあ、最近ちょっと電車も止まったりね、してるんですけども、まあ、それは、株の信用取引なのか、あるいは、ドル円とかの FX の方で、証拠金を大量にかけたレバレッジで、飛んでいるのかはわからないですけども、まあ、その辺のところ、気をつけながらですね、やっていきましょうというところだと思います。はい。まさかこんなにクラッシュすると思わないですよね。高値42,800円から今 38,000円まで一気に落ちてますから、なんかこういう時は本当に、株やってなかったらよかったなと思うんですけども、おじさんなんかもうだからボーナス入って全部ボーン放り込んだんで、うーわやってなかったらよかったなとか思う時はあるんですけども、まあまあまあやってたおかげでこうやってわしんどいっすって言えたりもするんで、いやもうそこまで体張らんでええのにというところでもありますし、別に僕も体張りたくて張ってるわけじゃなくて、当たりゃいいなっていうのはちゃんと思いながらやってるのこのありさまですから、まあいかにファイナンシャルプランナーが当てにならんかというところですよね。まあ当てにならんというよりも、まあおじさん的にも積み立てNISAをやっときゃいいやっていう話だったんですけど、でも今回のこの下げって多分積み立てNISAやってる税もだいぶ食らってますから、だからあかん時はあかんということでございます。はい、まあそういう時は諦めて何もしないっていうところがまあ一番なのかなと思ってます。おじさんまあ信用でやってるんで、お衣装にならないようにまあ最悪損切りしながらですね、なんだ余力をまあ保ちながら、やっていくということになると思うんですけども、まあ、今日さすがに1000円下げたら明日は戻るんじゃねえかなと思うんですけど、ね、今日だから耐え時だと思うか、もう投げる時だと思うかっていうところのまあ判断難しいところですね。はい、というところだと思います。はい、今日も一日生き残りましょう。